続いて、柳川市の専門学校で去年5月、バーベキュー中のコンロにアルコールを注ぎ入れ、火が燃え移った学生1人が死亡し、3人が火傷を負った事件で、警察は今日、理事長ら3人を書類送検しました。事故から8ヶ月経った現場です。バーベキューに使用されたコンロでしょうか。現在は使用されている形跡はありません。業務上過失致死傷の疑いで書類送検されたのは、柳川市にあるハリウッドワールド美容専門学校の理事長と学校職員2人の合わせて3人です。警察によりますと、理事長はバーベキューでアルコールの使用を決めたことなど、また職員は火がついた炭があるコンロにアルコールを注ぎ入れたこと、もう1人の職員はアルコールの注入を制止しなかったことで、それぞれ過失があった疑いが持たれています。警察は理事長ら3人の認否を明らかにしていません。専門学校側は先ほど KBC の取材に対し、今後も変わらずに第三者委員会に協力していくと話しています。